はい、ということで、英語の物語、コンテンツアップデート、バージョン86。86でいいですかね。これ、186とかなんかそんな風に言うんですかね。まあ、そんなことはどうでもいいですけど。をとりあえず、色違いを進化していきたいと思います。というか、あまりにもやることなくなったんで、やることもなくなったんで、というか、色違いの情報を出てた時から、2アカウントあるんで、まあ、コツコツ、ね、どっちみち毎日問題解くんだね。裏ボスを、静岡と、鹿児島と、滋賀か。巡りながら貯めてって一体ずつ進化していきたいと思うんですけど、これ3つやっちゃうとさすがにちょっとコンテンツ的にねちっちゃうもんで、1キャラずついきますということで、どれからいきましょう。全部だいたい20何体ぐらい集まったんですかね。順番にいきますか。滋賀から行って、どんこ行って、で静岡で行きましょうか。なんか静岡が一番期待ですもんね、創生ということで。とりあえずこれやっていきましょう。やっぱそうだな、読み通り3形態だったな、4形態だ、いいかなと思って4形態残しておいたんですけど、全部3形態だったんで、4形態全部ばらして全部解体して売っちゃいました。解体しんでもいいか。まあ、とりあえず、やっていきましょうということで、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、そんな金額的にあれですね、どんなキャラなんでしょうかということで、レッツラドン。いや、いいですよ。カルタラの、ああ、火になるんだ。渋いな。そんなんで、ちょっと性能見ましょう。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 火ですか。火 100% の5ターンで、これのあれだね。あの、対戦より強力で使えるだろうね。多分。ちょっと枠広がるな。それで、問題の捨て。なんかそんなに上がらんねえんじゃねえかななんて想像するんですけど、あんま2トンじゃねえかなみたいな、ねえかなみたいな風に想像するんですけど。カルタナ最後なんだ。3400、3400、そんなあれですね。別にあれか、ストーリーがあるわけじゃないですか。そこまであれか。これ絶対あれだろうね。強力だろうね、完全に。集めといた方がいいんかな。これはそんなに難易度高くないな。あの、3が難しくないでな。裏ボスはこれ楽なんですよ、ここは。周回しやすいんですよ。火の周回デッキでいけるから。そんなには、もう多分20何体私持っとんで。っていうか、毎日200問解くのに裏ボス巡ってりゃ嫌でも溜まっていくんですよ。そんなんで、とりあえずこれは終わって、次は、どんこ行きましょうか。鹿児島行きましょうかということで。はい、ということで、そんな感じで、とりあえず、あ、これにしといた方がいいか。コンテンツバージョン86でいいね。86の色違い進化のカルタネを進化してみたりして。うん、カンドル、思いっきりカンドル、最後カンドル、カンドル、カンドル。ということで次はドンコやってきますということで。はい、ということでそんな感じで終わり。